西安島の平和的統一に向けて努力されてきたハン・ハクチャ総裁をはじめ皆様に敬意を表します。統一教会で売国奴に破られて、その後裏金とか過激下着賞とかボロが出ましてですね、ちょっと香港さんの人事案聞いてください。香港のちょっと待ってライブでございます。3月19日、ひどいですよ。これは自民党やばいなと。これが事実やったら、この赤ベンツ不倫、広瀬めぐみさんね、今度は幽霊秘書疑惑と地元事務所、もう一方では文春砲でまたね、和歌山歌劇団賞だけじゃない、自民党青年局 SM 金箔パーティー写真とですやんね。で、縛って亀甲縛りとかそういうパーティーがあったというところで、それはどこであったのか、タガが緩み切って何をしとんねんと、これはゲアになってしまうんではないかなと、ならばかなりやばいんちゃうかなと。9月の総裁選ね、世論調査ではね、まやかしのね、もう、石破さんがトップ、2位が上川さんなんですけど、この2人何の政策をしましたかと。地上派の世論調査でもね、地上の世論調査でも3位に入っているね、総理候補ね、総裁候補高市早苗さんですわ。はい、政策しっかりしてますね。経済安全保障、安全保障もそうやし、全て、ね、しっかりされてると思いますけども、うん、安倍さんの継承を受けたこと、そして外務大臣にね、あの人ですわ、小野田さん、うん、小野田君さんですか。あ、そして総務大臣杉田水脈さんで、官房長官に、ね、有村春子さんというような、あ、クワッドレディースというような感じで頑張っていただければと思うところで、それしかもう自民党のね、この支持率アップはないんちゃうかなと思いますけども、あと与党連立を解消して、頑張っていただければ